立命館宇治中学校、高等学校は、京都府宇治市広野町八軒屋谷にある私立、中学校、高等学校。国際バカロレア認定校。通称は、立宇治など。また、宇治高等学校時代の名残もあり、単に、宇治校と呼ばれることもある。また、ローマ字での表記は、リッツ宇治。川田平八郎によって創設された、学校法人宇治学園が、学校法人立命館に対し合併の申し出を行ったことを契機に、法人合併が成立9月。校名を宇治高等学校から立命館宇治高等学校と改めて現在に至る。2002年に現在の場所に移転するまでの校地は宇治市と道谷下り31番地に位置していた。学校法人立命館が設置している高等学校の中では、過去に設置され廃止された中学校、高等学校を除いて現存する立命館中学校、高等学校に次いで開設された学校である。また、立命館系列の高校の中では最も帰国生徒の受け入れに積極的な学校として知られており、2009年、当時は300名以上の帰国生徒が学んでいた。ロンドン、シンガポール、香港、上海、ニューヨーク、ロサンゼルスで国際入試を行うほか、国際編入試験も実施している。生徒はスーパーイングリッシュコース、または普通コースのいずれかに在籍する。スクールカラーはグリーン=緑。これは宇治市名産の宇治茶にちなんで制定され、制服もそのスクールカラーを基調としている。以下4つのコンセプトのもと、世界水準の人間の育成を行うとしている。IB-IM コース2003年、文部科学省より、スーパーイングリッシュランゲージハイスクールに指定され、スーパーイングリッシュコースが設置された。2013年、セルコースは IB-IM コースに名称が変わり、学校の教育方針が変わった。IB-65、IM-65、IG-65、推薦選抜54推定偏差値ほぼ毎年。IB スコアが40以上の生徒を輩出している。45が満点。名門大学入門には40前後のスコアが必要。2011年度の国際バカロレア試験では45点満点の生徒を一人出している。アメリカ・カナダに行くグループ。高1の夏に出発し、高2の夏に帰国する。帰国後は普通科に戻ることも可能。基本的に理科コース進学希望者はこのグループに入ることとなる。ニュージーランド・オーストラリアに行くグループ。高1の冬に出発し、高2の冬に帰国する。帰国後は普通コースに戻ることも可能。IG コース B と IG コースにおいても国際教育に力点を置く教育方針が取られている。生徒は第3学年の8月中旬に世界各国に研修旅行に赴く。近年では、カナダやアメリカなどの北米、フランスやドイツ、イギリスなどのヨーロッパ、オーストラリアや中国など幅広く選択肢がある。しかし、英語圏外へはその国の言語の授業を事前に選択している必要がある。国によって内容は様々だが、その国にホームステイし現地の学校に通い、授業や活動を行う。英語教師の過半数が英語を母国語とするネイティブスピーカーである。生徒は4段階にレベル分けされた20名基準のクラスで外国語を学ぶ。2年生からは英語のほかフランス語、ドイツ語、中国語、日本語を成果として学ぶこともできる。2013年より文科コース、理科コース選択制となった。1年時は中学からの一貫コースと、新たに入学した一般コースは別の組だが、2年次から文科コースと理科コースに分かれる。なお、この際一貫、一般コースは分けられない。特に文系の教科目を履修する。第2外国語の履修が義務付けられている。特に理系の教科目を履修する。授業時間の都合上、第2外国語の授業は受けない。国際バカロレア。インターナショナルディプロマプログラム実施認定校2009年、国際バカロレアより、国際バカロレア資格 DP、ワールドスクールとして一条校では、関西発の正式認定を受けた。外国語教育にも熱心で、日本人学生を英語圏の学校に1年間留学させるコースの設置など、国際的な校風を前面に押し出した教育が特徴である。ネイティブ教員が約30人在籍するほか、海外姉妹校、海外協定校は40校に上る。外国語教育は20名以下のクラス編成を基本としている。制服高校の制服はスクールカラーである緑を基調に作られている。現在のところネクタイやリボンなどはない。2014年立命館宇治高校20期生からは制服が変わり、ネクタイやリボンなどがつく。ブレザーの色は現行のものよりもより黒に近づく。夏服はブレザーはなく、半袖になるが、柄などは、冬服とほぼ同じものである。20期生からの夏服は、シャツは、水色の半袖となり、ズボンの柄などが変更となる。2002年度に開校し、翌2003年4月より、学校の授業が開始された。高校と同様、国際的な校風を前面に押し出した教育が特徴で、募集定員の3から4割が、帰国生徒及び、外国人子女である。英語で一週間学内で過ごすという、イングリッシュウィークという行事がある。沖風祭などの行事では、高校と同一化されるものも多い。夏服は、青いカッターシャツにキュロットまたはズボンを合わせて着用。冬服はその上に黒いブレザーを着用。靴下は、夏冬両方紺色。また、カッターシャツの上にサマーニットもしくはセーターを着用することも可能である。立命館宇治高等学校の生徒の学生寮である。通学に2時間以上かかる生徒たちが入寮しており、帰国子女も多い。6階建てで棟が2つあり、男子棟と女子棟に分かれているが1階部分は共用で、食堂やハイブリッドルームがある。形式上は冷蔵庫や、テレビなどの一部電化製品の持ち込みが禁止されているが緩和されつつある。基本は2人で1つの部屋で生活するが、これも緩和されつつある。場所は旧校舎に隣接しており、通学には主に京都京阪バス8万営業所の直通便、定期便が利用されている。2019年度の戦績として6月1日よりに行われた第15回。全日本大学フットサル大会京都府大会において、ベスト4。8月22、23日に行われた第8回、グリーンアリーナ、神戸カップ U-18 フットサルフェスティバルでは2位、リーグ、ベスト8。第4回 U-18、フットサルリーグチャンピオンカップ、京都府リーグで優勝、全国大会へ。1月4、5日に行われた第4回 U-18 フットサルリーグチャンピオンカップではベスト8。スローガンは、調子師最高の仲間と共にである。バス、京都京阪バス 240A、250、A 系統立命館宇治高校バス停、下車240、250、系統植物公園バス停下車徒歩1分。ありがとうございます。